はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回は数3の区分求積法2をお送りします。で前回ね、区分求積についてポイント含めてね、ちょっと説明してやっていったので、今回は区分求積使ったちょっとね、前回よりは難しい問題を3問やっていきます。なので一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ね。まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よしじゃあ行きましょう。で、今回は問題演習なのでは、まあ、ポイントとか特に説明することはないんですが、まあ、早速ね。やっていくんですけど、まあこれをね。全部区分求積を使います。まあ、区分求積って書いてあるからね。動画のタイトルにね。 でもまあ見て,見て分かりやすくってリミットがいるからね。でここは括弧になってるけど、まあ、シグマ使うのはわかるじゃんカッコの中こう足していくから。だからリミットシグマが揃っているのでああ区分球積だなと思ってくださいもしこれがテスト範囲に入ってる方はね。で前回やったその区分球積の部分で、まあ、リミット n から無限大は共通なんですけどその後に n 分の1が来てそいつポイントね n 分の1を必ず設定した上でシグマで和を取る。 n 分の k を x に変えるこれは使い方よ。いいかいもしねちょっと何だっけって思う方はあの右上とか下にねリンク貼っておくんでちょっと見てきてください前回の動画ね。で早速これでやっていくんですがこの括弧の部分、まあ、ここがシグマになるのは分かってるとちょっとやってみようか。でこれはその中をね見た時に 12345n ってなってる部分を k にします。つまり今ででうとこのここのすね右下 この部分が k になるから n プラス k 分の1となります。このカッコの中ね、シグマが。ここは n は共通で1も共通だけど、この右下だけは k で変わっていくから。で、k が1から n まで行っているので、まあ k が1から n とこうなってます。ただし、さっきもね、強調して言ってたように、区分球積を使うためには、この部分に必ず n 分、 ん n 分の1ねなまったな。n 分の1が必ず必要になりますでも今ないんですよねないけど作ります発動できないんでこいつがいないとじゃあこれを入れる代わりにどうするかっていうと調整しますここにまあ n をねもう1個かければさその約分で戻せるからその上にかけた n をここに入れてあげますいいかいこうすることであ区分求積使える形が見えてきたなと思いますこれができるからね発動できるから。 で、あとは、ここまで揃えば、このシグマの後ろのこの部分です。この部分に N 分の K を作って、そこを X に変えます。じゃあ、これをね、どう変形するかっていうと、N 分の K が欲しいわけ。で、今 K いるからさ、全体を N で割ります。全部です。分子も分母をね。N で割ると、N 分の N なんで、ここは1ですね。で、ここが N で割ると、N 分の K ができます。 で上もね n で割るから1とこうなるそうするとこの部分がそのまんま x になるので OK! ね準備ができたからインテグラル0から1ここを x に変えた 1+x 分の 1dx とこの式がこう簡単に変わると区分求積使うとね。であとはこれを積分するだけです。まあこれはずっとやってるからね分母こうなってるんで、えー、ローグ 絶対値1プラス x こうなりますす積分するとねで01なんで1入れるとログ2まあ2は正の数って分かってるんで絶対値取れちゃって OK で0入れるとログ1なんですけどログ10なのでだから結局答えとしてはログ2が正解となります簡単でしょ <laughs> あのこの部分の変形さえね乗り越えてしまえばまあ積分はそんなねややこしいのは出てこないのでこんな感じでシンプルに解けるかと思いますでは続いてもいきましょうまあさっきと方針は一緒ですでえっ、ー、と N 分の1なんか惜しいんだよね <laughs> ルートのいるからさ、まあ、これちょっと後で考えましょうで先に、まあ、ルート a の邪魔なんで、えー、とそっちの括弧の中に突っ込んで考えてもいいんですけどまあこの部分先に。 どうなってるかなって考えてもいいのかなと思います。シグマをね。で、これは、ルートの中身が 2×1、2×2 って増えてる。つまり2、2×k になってる。ルート 2k ですね。この、シグマの後ろが。こうなってるわけ。で、そこに、ルート n が邪魔ないよ。こいつ、n 分の 1× ルート n 分の1と同じだからね。だから、こいつは欲しいの。 発動するために使うから。でも、お前はちょっといらんな。ってことで、シグマの向こう側に入れちゃって OK です。入れて、あっち行ってって。で、やると、どうなるかっていうと、リミット、n が無限大、n 分の1、この子ね、使って、で、シグマが、え、k から1の n の、これを入れることによって、ルートの中に、まあ、こうなります。で、これちょっと、まあ、わかりやすく書くと、ルート2かける、 √n 分のの k とと同同じじなのででさっきと同じですこれも変形なしでね n 分の k できてるからこの部分を x と変えることで区分求積使うとインテグラル0から1のルート 2x ルート 2× かけるルート x ちょっとあえてこう書きますね。中で揃えてもいいんですけどこうなります。で今この場合はルート2って積分に別に関係ないので。 変数でではないから、ね、だかららねだこれ前出しちゃって、OK、ですあもちろん中に入れたまんまでもできるんですけどであとは √x だけ積分をかけていきましょうでルート x は x の2分の1乗ですこの子。ってことは肩の数字2分の1に1を足した2分の3の逆数が前に出てくるつまり3分の2ね。で肩の数字も2分の3になります。 ルートって書いてももちろんいいんですけど、まあ、どうせこのあと01入れるの分かってるんでちょっとこれでいきますね。で1を入れれば1は難乗しようが1なんで10を入れたら0なので結局中に残るのが3分の2だけです入れるとね。であとはルート2が生き残ってるから3分の2ルート2とこれで終了でございます。 いいかなではラストですラストはちょっとね見た目が括弧使ってないんですけどまあリミットあって n 分のっぽいのがいてシグマいるから絶対ねああ区分球積やって気付けると思うんですけどでちょっとごちゃごちゃしてますねでごちゃごちゃしてるんですが臆することなくいきましょうでどうするかっていうとまずえここが n 分の1になってほしいですねさっきみたいに n 分の1じゃないと発動ができないとだからさっきこのルート n 邪魔だったじゃな,いですかなのでお前ちょっと向こう行っといてってなって括弧の中入れましたけどこの π に関しては入れなくていいですどうするかって出しましょう前に。こここの子はちちょっと書き直しししまますすねえ1にしてパイをここにてを出しちゃいますで都合が良ければね都合が良ければ向こうにもちろん入れてもいいんですよ。例えば π を入れることで π が約分されて消えるとかね。 が起これば入れちゃっても構わないんですけど、あの、特にそっち入れていいことがなければ出しちゃってください。さっき、n っていうのはリミットがかかってるので、リミットの前出せないんですよ。出せないんですけど、π って関係ないじゃないですか。定数なんで。だから関係ないんで、手前に出てきて、全部計算した後に、あ、π をちょこっとかけてあげれば OK みたいなポジションに持っていくと楽です。だからこうするとも、できるからね、はい、発動条件揃いましたと。 で、この cos2 乗の向こう側、なんかごちゃごちゃしてますけど、結局は6分の π かける n 分の k ですよね。並び替えれば。で、n 分の k のところ、ここを x って変えればいいから、結局6分の πx です。つまり、書き直すと、インテグラル0から1の cos2 乗を6分の πxdx、えー、と。で、忘れずに、お前さん。 π ですね。をつけておいてください。あとこれの積分だけです。で、コサイン二乗に関しては二倍角ですね。二倍角どっちに書いておこうかな。一応書いておくか、えー。コサイン二乗 x は二分の一プラス、えー、コサイン二 x です。ちょっと囲っとこうか。ちょっと右切れてたごめん。切り切りかな。いい感じ、ね。 はい、これ使っていきますで今、えー、6分の πx ここがね6分の πx でこれが2倍角で 2x になるからここが3分の πx になります。一回二2をかけてね3分の πx になるからえっ、ー、と変形すると01括弧ちょっと分けようか2分の1足すって書き出してますね。2分の1足す2分の1えーと2分のじゃない3分のだわ。 3分の πxdx と2倍角使うとねはいこうなりましたでこれはもう積分できますんでいきましょうまずは2分の1はそのまま2分の 1x になりますでコサインの方は、まあ、サインに変わりますよね変わるんですけどここに3分の π がいるのでもしコサイン2 x だったら2の逆数の2分の1が出てくるじゃないですか で、今、3分の π がくっついてるから、その逆数の π 分の3が出てきます。余計にね。だから、2π 分の3となる。で、えっ、ー、と、sin。えー、同じく3分の πx。で、えっ、ー、と、0から1か。0から1と、こうなります。で、ここがミスれない。そして、行がない。<laughs> やべえ。やべえ。マジか。π、かっこ まず1入れます1入れるとこっちは2分の1ですね。2分の1でここかえっ、ー、と sin3 分の πxsin は6 0度なんで s i n 6 0度2分のルート3ですね。2分のルート3つけるからえっ、ー、と4分の3 3ですね <laughs> で0入れるとこっちは0でこっち sin0 は0なので0入れた方は残らないんですね。 なのでこうなりました。えー、っと、あ待って待って、<laughs> 危ないなんか違えなと思って、違うね、1入れたときに60だけど、2分のルート3だから、π 下だよね。危なかった。あれ、π2 乗出たっけなとかと思ってよ今。OK、こうなります。で、あと π 配りましょう。配ると、えー、2分の 1π プラス、後ろはね、π 配ることによって π が消えますんで、4分の3ルート3と。 なってこれでシュち,ちょっとねちょっと線がね <laughs> ごめんもうちょっと攻めで攻めでやっていうか上行けなかったねこれで多分見える閉まらなかったこれオッケーだねとなりますいいかな まあ前回の区分球積はね最初にも話したことですけどえ区分球積はどういうものなのかっていうのはぜひ前回の動画で確認していただいてで問題に関してはそのリミット N 分の1ねまずこれを絶対作らなきゃいけないこれを作らないと発動できないから で、まあ、無理やりちゃんとこう、作っていくと、ちゃんとなるからね、こう中が。まあ、こういう、この変形もよく使うんで、こういう風に変形することもありますけど、n 分の k を作ってあげて、そこが x に変わる。で、そこが x にしたものの、インテグラル0、1で、え、積分をかけてもらえれば、あとは答えを導くことができますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、数2数にじゃない、数3の区分求積やらせていただきました。で、次回はですね、えっと、ちょっと照明系の、 問題をね、少しやっていこうと思いますので、もしよかったら次回のフを見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。